なぜ、少女たち、あの、女の子たちがマーケティングに携わっていくことが大切かというと、例えば女子サッカー、まあ、ウィメンスポーツね、それを、あの、女性が、 女性の手で作っていくってとても大切なことだと思っています。今までってどちらかというと、私たち女性に関わることも男性が作って男性が想像しながらマーケティングをしてきたんだけれども、それを実際にもう経験してきた私たちが、えー、私たちと同じような女性に向けて何か発信していくっていうことがとても大切なことだと思うので、ぜひ女の子たちもマーケティングの世界というのは目指してもらいたいなと思います。